Fight for your freedom!Ladies and gentlemen! Welcome! Fight for your freedoms! No, 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 no! This is ERE の真夜中のメイトナイト！ イエーイ！ということで始まりました佐々木隆の Fight for your freedoms バキューンじゃありません、ありません、そんなことはありません、決して。今日は、ERE MC ポリスこと植木隆之の ERE の真夜中のミッドナイトのお時間です。はい、ということで、プロレスリングフリーダムズの私へ誇る ERE の植木隆之、そして今日はゲストのこちら、メキシコの怪獣ビオレント、ビオレントジャー、今日よろしくお願いします。はい、ね、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんばんは、おはようございますの人も多分いると思いますがね、今日はやっていきますんでよろしくお願いいたします。さあ、もう今日はもうね、室内の気温はね、もう何度だ、これも100度ぐらいのね、熱気で充満しております。はい、充満しておりますが、このね、あの中ですね、鳥小屋アズリ FM さんのね、この中あれなんですよ、今日ね、アクリル板がないんですけども、はい、もう大丈夫、そしてマスクも大丈夫で、マスク大丈夫、あ、マスク、あ、マスク、キャスオフ、キャスオフカモ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 、ほら、カモカモね。でね、それなぜかっていうと、あの空気清浄機を、あの鳥小屋アズリ FM さんで、ご用意してくれておりますんでね、あの皆さん安心してご視聴ください。そしてですね、はい、ね、あ、そう、こういうことなんですね。で、そしてそうだね、今日もね、鳥越アズリ FM さんでね、 Fight for your freedom、 違う、あの ERE の真夜中のミッドナイトに対するね、コメント、質問とかはね、あとはね、応援とかはね、こちらのね、アット、アズ、アズ、アズファン、アズ、アズ、アズファン FM でね、はい、こちらでやってますんでね、皆さんどしどしコメントください。前回でもコメント多すぎてね、あの内容全然喋れなかったんで、はい、適度にお願いしますよ。はい、そういうことで今回もやっていきたいと思います。そしてですね、なんと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 、今日はこちら、マイク外れちゃった、こちらですね、見てください、 e プリントサービス、こちらね、フリーダムズで、はい、e プリント、コンビニ、セブンとかファミマとかいろいろあるんですけども、そこのコンビニでね、プリンター機で、こう印刷できますんで、こちらね、 ありがとうございます、こちらです、はい、 e プリントサービスやっておりますんでね、皆さんよろしくお願いいたします。でもちょっと待ってくださいよ、これなんで、これ私のこれかぶって、炊飯器をかぶってるやつ、これ出てるんですか、これ全然なんかかっこよくないじゃないですか。かっこいいか、まあまあまあ、それじゃなかったら、でも、もう今でもかっこよくない。いや、かっこいいでしょ、ほんとに。それの問題じゃないじゃん。ふざけんなよ、これ。別に。いや、俺なんかこれだと、あ、いつも炊飯器かぶってる人なんだって思われるから、ちょおかしいな、ほんと。で、まあね、はい、ということでね、やらさせてもらってるんで、皆さんね、ぜひともこれよろしくお願いしますね。そんでまずね、その前にね、あの自己紹介が全然まだだったんで、ビオレントジャックの自己紹介お願いします。何自己紹介というか、そうっすね、なんだろうな、今度ね、
今度なぜ今日ここに呼ばれたのか。ちょっと説明してして。ちゃんと分からない。オッケー。まあまあまあね、ね、今度あの2月2日後楽園ホール大会で俺がキングオブフリードムズウォールチャンピオンの挑戦者です。そうなんです。だから今日なんかちょっとシリアスモードでなんかそのタイトルマッチのためになんか今まで今あそこまでフォックスがちょっとシリアスモードです、はいはいはい、今日、はい、シリアスモードで、はい、私もシリアスモード。お前そんなことできないか。シリアスモードでしょ。いや ファニーモード、まあ、ファニーね。バカおい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 、ウェッキーっぽい。おいおかしいだろう。シリアスモードだよ今日はね、皆さん、あのシリアスモードのシリアス MC ポリスで行きますんでね。いや皆さん、ぜひともね。できるかな。いや、できるよ、これはもう。もう今日は、有言実行。わかる？有言実行。そう、言ったことを必ずやる。はい、そう、有言実行で行くんでね。よろしくお願いします。ね、どんどんね、お便りもちょっと来ちゃってるんでね。ぼちぼちどんどん言っていきたいと思います。そして、はい、そうですね、そうだ、あれなんですよ、e プリントサービスで言い忘れてたことあったんですけど、はい、そうなんですよ、そう、最新のシリーズが12.25 のブラッドクリスマス後楽園ホール特集がこれが出てるんでね、皆さん、はい、そうなんです。なんじゃそれ、ほら、ちょっと待って、ちょっと待って、何それ、あれ、これも出てたの。何これ、ちょっと何やってんだ、何やってんだ、なんかすごいエクサシーしてる。あれ、ちょっとこれ見当たんなかった、これ、本当に何これは、あれですね、私がやっぱ ERE のリーダーなんで、あのセコンドについてたんですよ。ERE のリーダーセコンドってなんか、そう、ERE リーダーセコンドついてた。意味があるの、それ。意味ある、もちろんやっぱね、命令してね、そう、うまいように。この試合もだからあれですよ、うん、勝ちましたね、はい、もう私の一人勝ちでした。私がいたから勝てたような試合。今日 MC ポリスだからいいよ、はいはい、今日はね、もうね、いやそうなんですよ。でね、はい、そう、12月25日のやつ、ね、いっぱい出てますんで、ぜひとも皆さん、はい、よろしくお願いします。そんでね、はい、いっぱいありますね。あ、私の1枚だけ、もう終わり。ほら、めっちゃかっこいいやつがいる。うわー、かっこいい。いや、え、でも1枚だけでしょ。1枚だけでしょ。あと変わんない。2枚、まあ、言うて2枚、ね、ジャンプ言うて2枚だから、うん、ほらあ、めっちゃかっこいいあいつ。いや、もう1枚、このムーブ、本当にこのムーブが私が練習生の時、はいはいはい、あのロープ のジャンプ、本当にすごい難しい、本当に全然できなかった。すっごい長いトレーニングして、だから練習してやっとできるように。そう、最初は本当に無理、本当に何ヶ月ぐらいずっとやって、できない、そんな簡単なことは、ね、本当に最初ができなかった。だから確かに確かに、ほら今めっちゃかっこいいの。そう、リングによってね、ロープの高さも違うから、こう毎回ね、そう、同じの繰り返すって難しいわけなんですよ、ね、入場であっても、入場だけじゃない、なんかいろんなもんで、確かに、そうね、確かに、そうそんなのをね、こうやっぱ華麗にね、やっぱプロレスラーはできなきゃいけないんですよ、はい、もうね、私もお前できなさそうですけど。いやー、一回場外に飛ぼうとして、あー、見たことある。そしたら、あのトップロープに足が引っかかって顔面から落っこち、やばい。でもよかったな、ビッグマッチじゃな、あ、そんなことない。シャラップ
シャラッ、もういい、この話は終わりです。終わりです。シリアスモード、はい、シリアスモード。もうね、お前がいるともうファニーモードになるから、もうやめてくれ。もう本当に俺は違うよ、シリアスモードで今日は行くんだから、やっぱもうね、もうすぐもう出すん、ファニーモード出すんですよ本当に。もう早くもうポンプ今日はそういうのは、そういうのは俺の役なんだよ。違う、俺の仕事なんだよ。ババーンじゃない、ババーンじゃないんだよ。あ、ごめん、それは俺の仕事なんだよ。そう、お前のおもちゃ、どうぞ。俺の仕事、こういうのは俺の仕事だからね。もうそんなこと言ってないで、もう早速じゃあね、はい、次のねコーナー行きましょう。はい、次のコーナーですね、もちろんあれです。この間の1月19日、ちょうどね、はい、昨日ですね、フリーダムズ新木場大会、新木場大会のこの振り返りをね、やっていきましょう。皆さん、1月19日来ましたね。来てない皆さんもね、楽しくね、振り返りたいと思うんでね、2.2 に向けて復習しときましょう。はい、ということで、まあちょっとビオレントジャックはメインイベントだったからね、見れてないと思うけど、そう、オープニングマッチ、ね、はい、フリーダムズ初参戦ですね、リル・クラーケン、そして伊坂レオ、でも本当はあれ塚本、あ、そうだそうだそう、このね対戦カードあれなんですけれども、ちょっとあれ変わってたんで、ちょっとね伊坂選手があのあれなんだね、インフルエンザで、欠場のため、塚本匠選手が、変更になりまして、リュー・クラーケンで塚本匠、バサラですね、で、バーサス、バラモン・ケイ、バラモン・シューね。この試合あれだったな、この試合はすごい、なんだろう、リュー・クラーケンが初登場にもかかわらず、なんて言うんだろう、あのイカ、うん、イカ分かります。イカ、はい、そう、なんだ、スプラトゥーンじゃないな、英語が分かんない、スク、英語もう分かんない、分かんない、でも、イカ分かる、イカ大好き、そう、イカ、イカのキャラクターでしょ、なんか、そう、イカのキャラクター、こんなんやって、こんなでもね、もう思ったけ どうだった、なんか私がちょっとだけ、あ、ちょっとだけなんか Twitter でちょっとビデオ見て、なんか、はい、リークだけな、今まではそんなに試合が見たことないけど、ちょっとほんとインパクトがあった、なんか動きが上手ね。そう確かに、うん、そうなんです。それであの今ちょっと俺が言おうとしたこと全部言われちゃったんであれなんですけど、あの新、そう、あのね、新発売じゃねえや、ね、新参者でもねえな、なんだろう、そう、初登場のくせにすごい目立ってたんですよ、もうイカのムーブで。でね、いやー、意外とその初めての割に結構やるんだなっていう、ちょっとねチェックしないといけないなって思いましたね。あのバラモン系、バラモン州をちょっと食うんじゃないかと思ったね、ほどの選手と言っても過言じゃないかもしれないですね。はい、じゃあ続きまして、いやちょっと待って、あのあれさ、はい、イカって言ってるのに、はい、真っ赤なんだよね、どう、イカじゃなくねっていう話、タコじゃねっていう、あ、ね、でももっと白けりゃなんか、私がイメージ、例えば私イメージが、はい、クラケンがすごい、やな、なんか怪獣は本当に怪獣の、あ、クラーケン、そう、はいはいはい、リリース・ザ・クラーケンって知ってるの、めっちゃ有名の映画、昔の有名の映画、はい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 、それでわあすごい強いので、昨日ちょっと見たらイカの かわいいのキャラクターが、まあディルだ、だ、あ、そうね、でも昨日、まあ、バラモン試合からそうもう バラモン分かんないけど、ね、面白いそう、なんだかんだで、でもあれだわ、あ、そう、ディルってね、ちっちゃいってね、意味らしいね、あ、そういうことだから、ディル・クラーケン、うん、あ、
リールはリドル、英語でそうリドル、リドル、リドルでリール、そういうこと？そうリールぐらい全然リールじゃないな、ちっちゃくないあいつ背が高くない高い高い背が高い背高い割にそうそうそう足が結構短いなんか全然近いあれあいつなコスパンしねえんじゃねえかなってすっごいねちょっとあの容姿言うのはねあれなんですけどまあね、うん、まあそこもねあのいいあれだと思いますよ、はい、足が短いのもねポイント高いと思いますはいということで次のカードいきましょう。で次のカードですねこちらはいじゃじゃん、ドラゴンディブレ、勝井隆弘カムイ、バッサスレッカーガイアホックス正岡潤はい、ジュニアですね。ジュニアのしかもジュニアチャンピオンもいて、でそしてうちねあれですわ、劣化ガイアホックス組結構ね今回もそうだったけどね前回もすごかった。ガイアホックス特にガイアホックスがねもう今回の試合結構ガイアホックスのもうねもうすごいもう出ずっぱりというかすごいもうなんかガイアホックスの試合だった、うん、MVP この試合の MVP MVP だけどね正岡潤がね最後そう試合後に言ってましたマイクでね、このカードこんなガラクタみたいなねカードにぶち込みやがってって俺がもっとねつまんねえジュニアを面白くさせてやる、だから次の 2.2 の後楽園ホールね X を呼び込むとね、今マイク全部覚えてたよ。すごいすごいすごい。それほどねあのこんな頭悪いの。おい頭悪くねえわおい。でも、ね、確かに正岡潤のねあのこのマイクはね本当もう多分ねお客さんにもファンにもね多分心にねグサグサって刺さったと思いますよ。だからこのね X ね誰かわかんないですけど。ね、これはちょっと 2.2 後楽園ホール楽しみじゃないですか。ね、おタイミングいいところにコメントが。はい。はい。ね、ちょうどありがとうございます。はい。名前言っちゃっていいんかな。ペンネームグレート沼さんから。植木さん、ジャック、こんばんは。2.2 に向けてドリュー対策はありますか。植木さん、服似合ってます。あ、もうありがとうございます。センキューソーマッチで。ね。どういう対策はありますか。これね一番最後にじゃあね答えてもらいましょう。うん、そうこうやってねコメントを読みますんでぜひともよろしくお願いします。今ねちょうどいい感じに来てますわ。はい、量がボリュームが。でじゃあ続きましてのカードこちら。はい、6人タッグマッチ、佐々木隆、山下里奈、マンモス佐々木 VS 源太郎、日向智也、高岩達人。はい、ということでね、こちらのカード正直ね私見てませんでしたなんでやねん見てなかったけどちょいちょいあの振り返ってねあれですけれども、今度ねあれですわ、マンモス佐々木、はい、と佐々木隆、マンモス佐々木隆組、はい、の、持ってるねベルトね、タッグベルト、ついにねついに言ってましたね。すごいもうホッティこんなこと何でも思いませんよ、ありがとうバキヨンって言ってたねほどね、すごい感極まるぐらいねあのベルトを取れてね感動してましたって言ってましたけど、今度のね高岩祖源太郎組が挑戦、今度の 2.2 後楽園ホールでこのタッグベルトに挑戦するという、さあね、どっちが勝つと思う。私なんかマンモさんとすごいなロングタイムタッグチャンピオンだから、マンモさんが本当にめっちゃくちゃ強いから、あー確かにね、それすごい、ね、本当に、ね、マンモさんあの時が私、ね、2年ずっとチャンピオン、マンモさんとチャンピオン、あと、はいはい、そうね本当にいろんなことを教えてくれましたから、まあまあコートちょっと
ちょっとだけじゃないよ。すごい、すごいリスペクトしてます、マモさんけど、まあ今はなんかコーナーが違う、チームが違うから、まあいつかももちろん今がドゥーのことなら、あの KFC のベルトがフォックスけど、まあいつかマモさんと試合やりたい、もちろん。なるほど、ね、じゃマンモス佐々木のやっぱ強さを知ってるから、もうだけどね、源太郎高岩組もね、やっぱ一筋縄じゃいかないでしょう。特に源太郎ですね。源太郎は一筋縄じゃいかない。あれあれ、あのこの試合のあの源太郎さん何してたのを見た、なんかツイッターで源太郎さんなんかもうなんか踊りした、いや私もよくわかんない、踊りをした、踊りがあってで踊りをした、そうちょっとこれはじゃああれですね、まあまあでもそれ源太郎さんはなんか源太郎さん think 源太郎さんっぽいこと、なるほど、あの本当やばい動きするんでね、みんなあのツイッターでそうのチェックしたらね、多分いいと思います。源太郎ってね調べてチェックしたら多分その事実がね明らかになると思う。踊りって何イカダンス、イカダンスやってたってこと。まあね、佐々木隆もね油乗ってるんで、多分もうあれでしょう、この試合はどうなるか分かりませんということで、2.2 タクベルト、セミファイナルっすね。はい、ということで、じゃあ続きまして、おその前に大木さん面白い、ありがとう、おっと、言っていいのかな、ペンネーム、宇治原野良介さん、植木孝之さん面白い、いや、あのいや、おかしい、あの今日シリアスでやってるんで、はい、シリアスでやってるんで面白いはおかしいですよ、はい、ちょっとね、ちゃんと、あーやっぱ真面目なこと言うなっていうのをちゃんとあのコメントしてくんないとね、この人今日あれだわ、ふざけに来た人だわって思われちゃうんで、ちょっと勘弁してくださいね、よろしくお願いします。じゃあはい、続きましてのカードですね、続きましてはこちら、はい、ダブルボードタッグデスマッチです。はい、杉浦徹、葛西潤 VS 伊藤優作、武田正史。あれオープニングで出てませんでしたっけ。あ、こっちは伊藤優作ですね。そう、ちょっと塚本拓海か伊藤優作かこう間違える人が多いんでね、これ皆さんね、間違えないようにしてください。間違えるなんてあれですよ、ほんと良くないですよ、もう人としてどうかしてる、ほんとに間違えちゃいけません。はいね、ウェキは間違えた。いや間違えてないよ。間違えてないよ。間違えるわけないじゃん、これ。ね、使うね。はい。ということでね、はい。このダブルボードタッグデスマッチ。ね。これはあれだったな。これは、見てた。さすがに多分、ね、試合前なんで、多分難しいと思いますが。でもちょっと聞きました。はい、まあ、やっぱり、このメンバーで、なんかお客さんがすごい熱かったあーね、すごいもう熱狂した、そう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 、熱くなった、はい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 、羨ましい、あーいやいや弱気なこと言ってんじゃないよジャックまあでもね、この試合確かにそうすごかった。伊藤優作がね杉浦徹から負けたんですけれども、でも伊藤優作この試合ねものすごいねもう活躍した、本当この試合の MVP、うん、MVP と言ってもね過言じゃないね。それもね、あのシーンですね、葛西潤が竹串を出してきたところね、一回奪いましたね、奪ったんですけれども、それを葛西潤に刺すかと思いきやね、自分の頭に刺すというね、もうそっからもうあれですわ、伊藤優作ワールド全開、うんね、伊藤優作その後ね、串がね1本になってて、串1本になってて、それを伊藤優作がね、タコ浜タコ、うん、くるいだこね、くるいだこってね、自分でも名乗ってるんでね、串が刺さった状態がもうタコ焼き
わかる。たこ焼きわかる。たこ焼きわかる。当たり前じゃん。たこ焼きわかる。わかる。大好き。お大好き。おたこ焼きマントマンわかる。たこ焼きマントマンわかんない。たこ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 焼きマントマン。わかんない。ということで。気持ち悪いナイス。おい。いやあるんだ。おい気持ち悪い。お前これはね、本当あの国民的アニメの、いやいや、歌がもう歌は大丈夫、ね、お前のなんかなんか自分でめっちゃ面白い冗談知ってますのかが気持ち悪い、それがキモい。本当こいつもうあれもう本当こう終わったらもうちょっと締めときますわ。いや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 、もう番組終わったら本当もう血の海しますわ本当。はい、ということでね、あのガーンということで、このね試合確かに、伊藤優作あの串が刺さった状態でねダイビングヘッドバットするっていう、ダイビングヘッドバットってもうね、もう俺とでもめちゃちょっと見た、めっちゃダイビングヘッドバットね、ダイビングヘッドバット、ああめっちゃかっこいい、昔がなんかあるの選手がめっちゃしょっぱかったの、その誰かにしょっぱい選手、お前かダイビングヘッドバットやるよ俺も。ふざけんなよしょっぱいダイビングヘッドバット、ふざけんなよバカ野郎てめえこの野郎ということでね、まあ確かにこの試合はすごかったですわ。はいね、ではいはいはい、もういいよ、続きましていいよ、まあ、な俺だよ俺がすごいんだよ、ふざけんなよこの野郎。はい、じゃあ続きましてね、メインイベントですわ、蛍光灯タッグデスマッチね、モガミ Q ドリューパーカー組対、ドブネズミフッキービオレントジャックです。はい、この試合見た、この試合見てたわお前、セコンドについてたわお前やっぱね、でもこの試合はね、そうセコンドついてる、セコンドもね、あのおいふざけんなよセコンド、お前ビオレントジャック側についてたんだぞ俺セコンド、おい忘れてんじゃねえよ、おいついてたんだからな、もうなぜかっていうとね、いや本当に本当にもうごめん、本当に私がたまに試合中すっごいなんか相手だけ見てる、あ相手だけ見てる、ね、本当にたまにがスタッフがよく見てないの、誰がいるの、誰かお客さんが、はい、あまり見てない、もちろん、はいはいはい、お客さんの声、お客さんのもう今声できないけど、はいはいはい、パチパチのことわで分かるけど、本当にで相手だけのフォックス、それが確かにそうだよ、それは分かるよ、分かるけど今の言い方ひどいねもうリーダーだよ俺が、いや ERE のリーダーだから、昔は私なんか武田正史はあの ERE のメンバーの時、ね、ね、そうあいつがめっちゃムカつく、私が俺がリーダーで、だから私ずっと俺がリーダー言ってるで、本当はもう ERE リーダーいらないの、うん、お前がずっと俺がリーダーって、まあそれがどうでもいいの、いやあのねリーダーがない、まあ、もういらない、いらない、分かる、気持ち分かる、あの心のリーダーね、ハート、そう絶対お前の生活のリーダーもないでもないそれでもない、何もない、意味が分かんない、まあね、難しい、まあね、あの、はい、俺の言うこと聞いたら、リーダー分かりました、はい、リーダーが呼びます、はい、ペンネームサバ味噌ちゃんから、はい、植木選手、ジャック選手こんばんは、ね、植木選手の試合の振り返り、何気に真面目で的確なコメントがためになって好きです、おね、真面目ですよ本当に、はい、ね、ちなみに源太郎選手はディル・クラーケン選手のイカムーブを真似してリング上爆笑と困惑の渦に巻き込んでいました、ああそういうことか、なるほど、あーはい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 、見てなかったからあれだけど、おやすぎた、やべえな、ほんとベルトに挑戦するってね、いう試合でもそういうね、あのちょっとキチガイムーブをするという、キチガイムーブ、あのイカムーブがキチガイムーブじゃなくて、あのゲンタロウムーブがキチガイムーブなんですそう、いや おかしい、思うか、お前だってベルトね、ジャック今回挑戦する、あのさちょっと先言っちゃってるけど、あの挑戦する、ね、デスマッチの、ね、あのフリーダムズのベルト挑戦しますの時の試合がこれやばいでしょうわー、まあ、でも
まあまあまあ、ゲンタロウさんだから大丈夫。いやいや、もう間違いない。間違いない。そう、大丈夫けど。ね、あ、見たかったーだから。まあ、これはね、そう、皆さんね、会場行けばね、見れるんでね、これもうほんと、皆さん、くまなく、ね、お時間あるときはね、私の試合も見に来てください。よろしくお願いします。はい、ということでね、全然メインイベント触れてなかったんですけど、はい、この試合、ね、私のセコンドのおかげもあり、ビオレントジャック、ドブネズミ、復帰組がね、勝利したということですね。うん、私のおかげ、うん、でそれに対してのなんかね、振り返りとあと私への感謝の気持ちとかありますか？どうぞ。まあまあ とりあえず、まあまあ、この試合の一番の話が今度の後楽園のタイトルマッチけど、まあそれも言いたいが、最後私が最上級からのギブアップできて、本当に多分今回は初めて最上級となんか、マッチュ、マッチュ、いつもタクマッチュが、今回がライバルで初めてから、どう、いや、もちろん こいつが面白くて強い、めちゃくちゃ強い、本当に。で、ERE に入ってよかった。でも、あいつが俺にまだ Twitter フォローしてねえ。してない、フォローしてないの？フォローしてない、こいつが ERE に入ってまだ俺に Twitter にフォローしてない。なんだ、おい、もがみ Q 聞いてるか？ツイキャスしてる場合じゃねえぞ、まあ、お前1日に3回ツイキャスすんなよ今か、おいね、フォローしろよ、だってフォローしろ、おい、フォロー、ね、やっぱね、チェックしないとね、もがみ Q、 そう、あ、これビオレントジャックね、みんなフォローしてください。ビオレントジャックって書いてないからじゃない？ドンジャックって、そう、ドンジャックだからじゃない？多分、うん、でもほら下にビオレントジャックって書いてある。ああ、大丈夫。モガミキューはあれだよ、あ、多分知らないけど、誰が、かんない、こいつが多分ファンと思う。まあ、それはまあもういいよ、どうでもいい、どうでもいい。馬娘ばっかやってるから、そう、馬娘とプリキュアばっか見てるからね、そう、ま、間違いない。うん、だからね、モガミキューは早くフォローしなさいということでね。あとね、このファイトフォーユアフリーダムズのね、アカウントもねあるんで、皆さんこれ、あと最上級、皆さんと最上級はフォローしなさい。はい、あ、こちらです。はい、ちょうどね、一番オープニングで言い忘れてましたが、はい、こちらですね、これもフォローしなさいということで、はい、これもね、なんかいろいろあれですね、なんか写真とかがね、ポン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 上がってるんで、もうチェックチェックチェックで。おいおい、これ何？これさっきの何？お前説明して。何これ、ちょっとこれは、おい、いや違う、さっきの前の番組のね、方たちがね、グラビアアイドル、結構グラビアアイドルって何ですか？何ですか？わかんない。っていうのは、あれですね、可愛くて、知ってる知ってる、多いよね、豊満な、おい言わせんじゃねえよ、おいね、皆さん、ファイトフォーユアフリーダムのね、チェックフォローするとね、こういう、ちょっと、お前だろ、撮ったのこれ、オフショット、ふざけんなよ、マジで、おい、勘弁してくれよ、ほんとに、ほんと、こんなんやってると、マジで、おい、鳥小屋杉 FM の お仕事なくなっちゃう、勘弁してくれよ、頼むよ、おい、ほんとに、俺のせいじゃない、お前の、そんな気持ち悪いの顔に見てるの、全然、お前、まあね、メインイベント、まあ、メインイベント、そういうことでした。はい。ツイッターをちゃんとフォローしてください、ということでね。俺に対する感謝の気持ちは？俺がセコンドついたから、ね、勝てたっていう感謝の気持ち、さっきから全然言ってんの、もうツッコミさえしないような、すげえ、まあ、そういうことでね。はい、この間の 1.19、新木場大会、振り返りました。そしてですね、1.19 が、1.19 のいろいろ皆さんの、ね、マイクでもありました通り、次の 2.2 後楽園ホール、ね、こちらへの
いろいろなね動きが出ております。じゃあ今度のね 2.2 後楽園ホール大会、おい、おいけおいけ、こちらを、ね、私この前のマイク覚えてる？マイク、はい、あ、 1.19 新規版のマイク、そう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 、ねジャックが先にデスマッチの世界一に俺はなるって言ってた。全然違えよ。え、全然違う。おい、違うだろ。全然違うよ。合ってる、合ってるだろ、合ってるだろ。え、いやいや、違くないよ。まあ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 、そんな感じけど。世界一に俺はなるって言ってたの。違うの、そんなに出す。頑張ります。なるって言ってたの。いや、まあまあ、ちょっと資料、まあまあ、本当に、まあ、今まではいろんな冗談ですけど、本当に、今度の後楽園ホール大会、まあ、今までのフリーダムの態度、今のフリーダムの後楽園のメインイベントの2人の外国人選手が、本当、ルーはイギリス、私はメキシコ、メキシコ人、多分国が違う、喋るが違うな、スペイン語と英語が違うけど、本当にどっちも同じ、多分同じ順名あります。多分今まで私とルーがずっと世界一に、俺が世界一なん、世界一、その言葉ずっと出るの、うん、なんでか、多分、日本のお客さんなんでそんなハマってるので、あ、確かによく言ってる、本当、みんな知ってるの、うん、世界一の世界トップのデスマッチ選手が日本にいる、それがもちろんみんな知ってる、どこでも知ってる、だから多分私ルーと私だけじゃない、みんなの今までなメキシコかアウストラリアとかヨーロッパとアメリカ、みんな日本に来たい、で一番になるの、それがもちろんみんなの夢、だから本当に一番大事なものが今のトップのベルトがフリーダムのベルトだから、今度はもちろんドゥーの夢がある、私の夢もある、でももうしょうがない、一人だけでできるその夢になる、だからそのドゥーの夢今度は終わり、おードリューの夢をフィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュ、じゃあそれが悪いことけど、もうしょうがない、おーしょうがない、本当にドゥーのことが嫌いじゃないけど、今は彼が一番だから、お前が一番だったらお前の首が欲しい、はいはいはい、確かにドリューのことはディスペクトしてるけれども、今回は違うよと、そうね、今回はね、誰がドリューの夢をフィニッシュさせるか、それはビオレントジャックって言われるな、そういうこと、なるほどね、それがね、今度 2.2 後楽園ホールで、はい、ついにね、出ますわ。じゃあ 2.2 ね、一番最後にそのすげえ、さっきまでファニーファニームーブね、かましてたけどね、シリアスモードですげえ喋ってたのをね、ちょっと後楽園ホール大会のね、先にちょ言ってみましょうか、最後にまた、じゃあそんないいことちょっとちょうだいね、一番最後にね、はい、ということで、じゃあ 2.2 の後楽園ホールのね大会を、皆さんこれもういろんなカードありますんでね、チェックしていきましょう。それじゃあこの 2.2 後楽園ホール大会のカードオープニングマッチからお願いします。はい、ということでこちらですね、2.2 後楽園ホール大会、オープニングマッチ、ガイアホークス香取隆弘対バラモン系バラモンシュー、ガイアホークスはこれ、初ではないのか、初ではないだろうけど、オープニングからもうカオスなね試合が多分ね行われると思います。すごいあれだな、どうなるかは分からないですね、まあ、多分この試合もちろんバラモンたちがそのバラモンウォールバラモンスタイルけど、本当バラモンもなんか
速い選手と動く四つの選手がもうそれも もちろんよくできるから、確かに、そうそう、言うてね、ジュニアのね、そう、ジュニアですからね、バラモン K、バラモン周はジュニアです、はい、それもやっぱ組んでたから分かりますわ。あ、そうね、動きすごいですよ、もう彼たちがすごい、お前がまんま、ええ、ジャンプすごい、いや俺もくる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 ってね、もうくるくるってほんとルチャムーブ、ね、ルチャムーブすっごい、もう回転してこれ何なんか TikTok じゃないそれのねえ、もういいよシリアスモードで、はい、これルチャムーブできるんでね、これちょっと番組終了10分前、嘘ということでね、やばい、どんどんいきましょう、はい、続きまして、はい、6人タッグマッチ、ドブネズミ復帰、サクラの周期、モガミ Q VS 平田智也、伊坂レオ、レッカーということで、ね、ERE 対、なんだ、ジュニアと平田って感じ、ジュニアと平田って感じだな、うん、これは俺もあれだぞ、行くぞ、セコンドにつくからな、お前ら覚悟しとけよ、俺ら特に平田と伊坂と劣化全員か、覚悟しとけよ。さくだは今アメリカにいる、ね、さくだは今アメリカ、ICW と他いろんな団体に出てるみたいですね、デスマッチやってるみたいです、世界行って、で持って帰ってきて日本でやる試合がこのフリーダムズのね 2.2 後楽ホール大会なんでね、もうチェックチェックチェックですよ、どんだけ成長してるか、そんで ERE にねどんだけねこう影響してくるかね、新しいまた風をね巻き起こすか、皆さんチェックでよろしくお願いします。そしてじゃあ続きまして、はい、タッグマッチ、おっと出ました、カムイドラゴンリブレバーサス正岡潤 X ね、正岡潤が X 連れてくると言ってました、この試合。そしてね、ドラゴンリブレカムイがね、マイクでなんか言ってたけどちょっとわっか響かなかったっすね、本当にドラゴンリブレお前はマジでね、ジュニアを面白くさせていかなきゃいけないね責任を背負ってるんで、マジでドラゴンリブレにかかってるぞ、まあ、カムイもな、はい、ということで X、 まあわかんないんで言うことないですけどね、まあ楽しみにしておきましょう。続きまして、はい、おっと来ました、正岡大輔復帰戦、武田正史、山下里奈、伊藤優作 VS 葛西潤、杉浦徹、正岡大輔、はい、正岡大輔復帰っつうことでね、戻ってきますわ、戻ってくるぞ正岡大輔が、なあ、まあ、ぶっ倒すのみです。1年前お前と正岡のタイトルマッチだ、それ1年前かな、そうだ1年前やな、後楽園、そうだからな、もうあと先生ね、デスマッチ先生復帰するということでね、うん、楽しみに待ち構えていましょう、うん、その時はねチャンピオンどうなってるか分かんないですけどね、はい、ということで次はね、続きましてセミファイナル、ケフシタッグ選手権、佐々木隆、マンモス佐々木、対、高岩達人源太郎組、これさっき言いましたね、もうですよ、そう、それがね見れるかどうか分かんないですけど、まあ、この試合も多分、まあ、佐々木隆と源太郎さんの試合のどうかな、久しぶりかもしれない、なんかこんなビッグマッチで、ね、と、まあ一回も私とマンモ佐々木バサー源太郎と高岩さん、その試合がめっちゃ面白かった、私自分で本当めっちゃタイトルマッチ、もちろんあの時がタイトルマッチ、すごい面白かった、高岩さんも私が本当にすごいリスペクトしてます、でマンモさんと高岩さんのなんか、なんて言いますか、コリッションがすごいの、どっちもがなんか強いな、ノーストップ、それもお客さんに面白いかもしれない、おまだまだヤングってわけだ、うん、それではこの試合ね、
タックベルトかかってますから、これは要注目で、はい、ということでセミファイナルねでした。さあ続きましてメインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、はい、王者ドリューパーカー VS 挑戦者ビオレントジャック、こちらの試合ね、まあ間違いなくデスマッチね、デスマッチ形式未定ですがデスマッチ行われます。さあ ERE 同士のタイトルマッチは多分私の記憶では初めてなんではないでしょうかね。え ERE ってもともとね、あのあれですわ、 ERE エンパイアルーラーエンドね、はい、こちらそう、まあ帝国を終わらすっていう意味合いでね、まあ言えば帝国の支配を終わらすっていう意味合いは、まあフリーダムズね、葛西潤ね、佐々木隆生きるね、フリーダムズのね今の現状をね終わらすという、そんでもってね俺たち ERE がもっと盛り上げていくぞという意味合いの、ERE エンパイルーラーエンズっていうことでねだったんですけどね、まあ言うなればもううちらはもう味方同士じゃないんです、もうお互いを利用し合って、そう利用して利用されて、でもって利用して成り上がるっていうのがこれ ERE なんですよ。その意味合いを兼ねてね、この 2.2 後楽モール大会ね、ドリューパーカー対ビオレントジャックっていうことでね、もうさっきもねすごいあの意気込み言ってもらったんですけどね、あもう本当は、まあ、ごめん。Yes、なんか、いつなんて、もう今2年前、1年もちょっとで、まだドゥルーが第2本にいるときに、私、あの、行き当選、あの、はいはいはい、デスマッチリーグで、セミファイナルで試合あって、はいはいはい、で、あの時が、まあ、ちょっと厳しいけど、本当はドゥルーパーカーが、私、セミファイナル で勝った。でそれで初めてのシングルマッチ、それすごい前、その後であんまり試合ない、おお確かに昨日の試合で、なんだろうねこいつがどうかな、ミールがもうちっちゃくない、本当にドゥルーがちっちゃくないのが、背が高いが、そんなに、そんなに体がちっちゃくないけど、なんでかな、こんな動きで見たら、なんかすごいハイスピードの選手けど、昨日見た、すごかった私に、あのブラインブースターの。ブレインブースターやってたね、あのね。そうそうそう。ね、それで、その時が、あ、やべ、こいつが私がもう今100多分108キロぐらいでこんな 重さでできるの、それも気をつけないと、本当に昨日の試合いろいろ勉強して、まあ、今度のタイトルマッチでまあなんかいろ、私ドゥルーパーカの勝つのためにいろんな道があるの、はいはいはい、でも彼が私に勝つのなんか道が難しいが、それ気をつけない私が、それその動き、そのコンディション、スタミナ、いろいろの、もう本当にそれ今私ずっと考えます、あの試合のため、勝つのため、本当に勝つのためが、例えばこの前が試合やってたの、あの二人、あのクレイシーモンキーとクレイシーキーと、あいつたちが自分の楽しみのために戦うの、うん、私がそんなことじゃない、私が勝つのために試合します、それでフォックス、今もうそれだけしか見てない、もう、はい、勝つためにもそれだけを、まあ作戦だな、そういう作戦だ、なるほど、いやもうだからさっきも言ったね、ドリューと、ドリューの夢を終わらす、はい終わらす、それはビオレントジャック、ああつもりです。よし。ね、はい、ちょっとね。秋広森、ジャックさん、頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。このね、これをね、答えられるかどうかはね、ビオレントジャックにかかってます。その大会が今度のね、2.2 後楽園ホール大会。はい、こちらね、
まだまだチケットねありますんで、皆さん2月2日18時ね、会場18時45分開始ね。チケット前売りチケットなどはね、ちょっと見てもらっての通りなんで、よろしくお願いいたしますね。必ず皆さん、そう、チェックチェックですよ。そんでもってフリーダムズ今後の大会、2月2日後楽園ホール大会、そして2月4日小田原アリーナにてフットサル F リーグ、湘南ベルマーレ VS、ね、YSCC 横浜の試合前にフリーダムズプロレスの試合あります。そして3月18日、神奈川県茅ヶ崎総合体育館大会、ね、3月18日あります。そしてこれ決まりました、8月11日横浜武道館大会で決まったんで、これ皆さんよろしくお願いしますね。横浜武道館といえばね、私なんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。そしてじゃあもうね、時間あれなんで、最後にジャック、私への感謝の気持ちでこのね鳥越アズーリ FM をね締めたいと思いませんか。締めたいと思いますね。それじゃあ私への感謝の気持ちでね、皆さんね、さよならといきましょう。はい、じゃあ私への感謝の気持ち、マイクに向かってどうぞ。じゃあ今度のコラケホール大会、ビオレットジャック、絶対俺が勝つ。じゃあみんな見に来てくださいと、今日 Fight for you feel 違うよ、イヤリーの。じゃあさよなら。ちょ待って、俺への感謝違うよ、俺がバイバイ、ありがとう、違うよ、バイバイ。